あとはベルカンプ君、スパチャありがとう。鹿島に庄司、上田復帰しましたが、レオさん的に鹿島今後どうなると思いますか？鈴木優真のインスタ見ましたか？鈴木優真のインスタ見てないですね。で、その2人の復帰、特にね、庄司なんか僕好きな選手なんで嬉しいですね。で、どうなるかっていうと、岩政さんの色出すんなら本当に鹿島がよりソリッドになるっていうか、本当、だからアトレチコシメオネみたいになる感じ。そっから先の新しい鹿島になるかどうかっていうと、坪井さんがコーチ入ってて、本当だったらキャンプとかで仕込んで、そこに攻撃的なところの新たなエッセンス入るはずだったのが、それなくなったから、こればっかりは、もうキャンプとか開幕戦とかそういうのを見て、あ、変わったんだなってなるのか、あ、今までの鹿島間の純度を上げて、岩政と、まあ、岩政さんって東証っていうより、こう、知性的な部分多いと思うんだけど、岩政さんのもとに、こう、勝ち点を落とさないチームになってくるのかな、みたいな。それは本当見てみないとわかんないですね。もしかしたら坪井さんいなくなったけど、新しいそういうコーチがいて、ちょっとちゃんと配置で崩すみたいな現象も起きるのかもしれないですしね。最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいんでチャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょう。レオソフトボールでした。バイバイ。